今現在毎週金曜日のパンを担当している澤田先輩とブルーリバーの2人合計3人、はい、ハワイに行っております、うん、じゃあ呼んでみましょう。澤田さん、あれー先輩、今アロハって聞こえなかった、聞こえなかった、ちょっともう歯を今言おうと思ったんですけどね、なかなか前回も言えなかったんですけども。ですよね。さて中島さん、はい、今回私は、まあ、あなたを置いてですね、まさかのブルーリバーとの道中ということだったんですけども、考えられないでしょ、キャリアから言ったら絶対俺ですよ、ね、私もですね、あなたを押したんですけども、こうあなたもなんせ朝昼晩朝昼晩ですから、そうですよ、ね、福岡の業界が許さないっていうことで、あなたの次に今忙しい漫才界のツインタワーと言われる2人がハワイにやってきまして、明日ダイヤモンドヘッドで漫才をやる男たちがいるんですね、はい、意気込みを聞いてもらいましょうか。ちょっと変わりますんで、はい、やっぱ歯がないんですね。はぁ、よろしくお願いします。どうもブルーリバー青木です。青ちゃん、はい、ハワイは、はい、何回目？ハワイは初でございます。初めて芸人になってよかったな。いや本当に初めて思いました。いつもね、はい、だらけた体だなっては思うんですけど、はい、よりだらけちゃった。いや本当にあのアロハシャツを買いに行った時に、そのショップのお母さんに似合うわねと。あ、似合いそうです。はい、でそのちょっとテンション上がっちゃって、ジャパニーズフェイマスコメディアンって言っちゃったら、写真撮ってさんまさんの横に貼るって言われちゃいました。すごい、ちょっと青ちゃん、はい、すげえことじゃないか、はい、どうもアロハー、青ちゃん、川原です、どうも。いや俺ね、はい、先輩もね、はい、青ちゃんもなんか興奮していつもと違う感じなんだけど、はい、川ちゃんが出てきた瞬間に、はい、全然スタジオにいる感じになっちゃった、ね、ありがとうございます。安心した。でさ、はい、その明日ダイヤモンドヘッドで漫才するわけでしょ。そうなんです。ネタ作りの方はどうなんですか。そうですね、あのまずハワイに行ったことないから、ハワイの知識がないのにそれをなんかこう漫才にしないといけないからですね、あの今日学んだことをネタにしないといけないなっていうのもありますね、やっぱり。でさらにその漫才を聞いた見た人がハワイに行きたいなってなるような漫才にしたいなというふうに思っております。いやいや、思うんじゃなくてそれしないと。そうですね、そうじゃないとギャラまで出して連れて行ってる、あの意味がないですから。そうですね、ギャラの話されたらもう何も言えないですね、本当に完全に楽しんでますんで。はい、もう2人ともめっちゃリラックスしてますね。もうすごいですよ。まあまた残念ながら、私はあの2人の漫才見れずに朝ゴルフ頑張りますけどね。、はい